マンモグラフィー社健康診断とは、診察及び各種の検査で健康状態を評価することで、健康の維持や疾患の予防を早期発見に役立てるものである。検診、健康審査とも呼ばれる。スクリーニングの一つ。なお、特定の疾患の発見を目的としたものは、検診と具体的に呼ばれる。近代以前の例を挙げると、松本良順が、 新選組の構成員に対して健康診断を行っている。日本における近代的な健康診断の仕組みは結核の撲滅という目的のためにスタートした。また、日本では検診者で巡回するスタイルも一般的になっているが、これは結核予防を目的とするレントゲン車が始まりとなっている。学校や職場、地方公共団体で行われるなど、 法令により実施が義務付けられているものと、受診者の意思で任意に行われるものがある。任意に行われる健康診断は診断書の発行を目的とした一般的評価のことが多いが、全身的に詳細な検査を行い多種の疾患の早期発見を目的としたサービスも広く普及しており、船舶のオーバーホール施設になぞらえて人間ドックと呼ばれる。また、 労働安全衛生法により、危険物、特定の化学物質などを扱う職業の従事者は、それに応じた健康診断を定期的に受けることが義務、付けられており、この健康診断は、重大な職業病の発生を未然に防ぐことが、目的という点で、一般的なものとはやや正確を意味する。 厚生科学研究班が一般向けに作成したガイドラインに受診すべき検診5項目と対象疾患について解説がある。喫煙に関する問診身長、体重血中脂質血圧空腹時血糖、グリコヘモグロビン幅、1C 労働安全衛生法労働者の健康診断は労働安全衛生法第66条以下及び労働安全衛生規則によって定められている。 この実施は事業者の義務であり、使用者による健康診断の不実施は法違反となり、50万円以下の罰金に処せられる。一般健康診断雇用主は常時使用する労働者に対し以下の健康診断を実施しなければならない。派遣労働者については派遣元が実施しなければならない。一般健康診断の11項目企業歴。 業務歴の調査自覚症状、多角症状の有無の検査身長、体重、福井、視力、聴力の検査胸部 X 線検査、核単検査血圧の測定貧血検査、肝機能検査血中脂質検査血糖検査尿検査、心電図検査、パートタイム労働者については、以下の1、にいずれにも該当する場合には、常時使用する労働者に該当する。 一週間の所定労働時間が、当該事業上の同種の業務に従事する通常の、労働者の一週間の所定労働時間の4分の3以上であること期間の定めのない、労働契約により使用されるもの、または、有期労働契約により使用されるものであって、当該有期労働契約の契約期間が1年以上であるもの、契約の更新により1年以上使用されることが、 予定されているもの及び1年以上引き続き、使用されているもののいずれかに該当するもの。職業性ストレスチェック意思等による、心理的な負担の程度を把握するための検査の実施が、平成27年12月より、常時使用する労働者数が50人以上の事業者の義務となった。50人未満の事業場については当面の間、努力義務とされる。 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年にいないごとに1回、定期に、法で指定する、職業性ストレスの検査を行わなければならない。特定の労働者、学校保健安全法学校保健安全法において、は、生徒及び教員に対し、毎年の健康診断義務を定めている。第13条学校においては、毎学年定期に、 児童生徒等の健康診断を行わなければならない。第15条学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければ、ならない。児童福祉施設児童福祉施設の入所者に対し、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条により、入所時及び少なくとも、年2回の定期健康診断が、学校保健安全法に準じて行われる。 特定検診40歳を超えた者は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、保険者による特定検診、特定保険指導の対象となる。なお、労働安全衛生法による健康診断は、特定検診に優先して実施義務があり、事業者検診の結果を提出することで特定検診を実施したとみなされる。健康保険法による 保険事業健康保険法を根拠とし、保険者の耳によって行われる保険事業の一つ。協会憲法では、生活習慣病予防検診として実施している。他の健康保険組合でも、類似の名称であったり、人間ドックとして行われることもある。健康保険法第150条保険者は、 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康審査及び同法第24条の規定による特定保険指導を行うものとするほか特定健康審査等以外の事業であって健康教育健康相談及び健康審査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援 その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。母子及び乳幼児市町村は以下の乳幼児に対して政令で定める乳幼児健康審査を行わなければならない。政令においては受診の年齢や診察項目が決められている。被爆者原子爆弾による被爆者に対する健康。 診断として、毎年2回の定期健康診断と、年2回を限度とする希望による健康診断がある。病院病院、診療所において、各種の健康診断が行われている。一般的な健康状態評価及び、人間ドックサービスのほか、労働安全衛生法で義務付けられている健康診断の振り替えとして行われる場合がある。保険所保険所では、 健康診断の簡略なものとして、老人保健法による基本健康審査を行っている。自治体によっては、健康診断受診奨励金や交通手当を支給しているところもある。家庭用健康診断に出かける手間を省くため、または特定の項目について頻度の高い検査を行うため、家庭で簡単に健康診断を行うための検査キットが市販されている。 また、検査キットを郵送することにより健康診断を行っている期間がある。次のような検査項目がある。感染症法により、一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等、感染症等の患者に対し、都道府県知事は健康診断の勧告ができ。 感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由があるにもかかわらず勧告に従わない場合には当該職員に健康診断を行わせることができる。検診の有効性の保証健康診断の究極の目的は対象者にできるだけ健康で長生きしてもらうことであり、つまりマクロで見れば対象の平均寿命の延長である。病気を早期発見でき、 早めに対処できるのは無条件に良いことと簡単に考えられがちであるが実際には以下に挙げる様々な要因のため健康診断はマクロ的に無効で資源の無駄であるばかりか健康に逆効果となる可能性すらある実施主体が多くの金銭的負担を抱えるものである以上その有効性がコストに見合うだけのものであることは統計的 疫学的に証明されなければならないが、多くの場合はそれらの証明には非常に長い歳月を要するため、不十分なエビデンスや予想によって検診を行わざるを得ないこともある。1970年代以降、日本の人間ドックなどでも行われている胸部 X 線検査や肝機能血液検査など多くの項目は検診の有効性がないという研究結果から、 欧米の医学界では多層式健康診断による死亡の率低下に対する有効性は否定されている。平成17年に厚生労働省の研究班が行った健康診断の各項目の有効性の検証では主な24種類の検査と問診のうち16種が有効性の証拠がない、見つからないと評価されている。 このような点で論争を生じている代表例としてメタボリックシンドロームも参照。なお、この節で挙げた例はいずれも専門家でも意見の一致がないものや現在進行型で評価中のものが含まれており、検診が無効であると主張しているわけではないことに注意。その他の問題点事件中国では、毒栄困難な写真による診断や、 検査部位を把握しないままでの検査機器の操作などが問題となっており、撮影技術や毒影技術など、検診従事者の人材育成や研修が課題になっている。中国の宴会部や大都市では、検診サービスを展開する医療機関で価格競争が起きている。一方で富裕層では、 日本式の健康診断が評価を受けており高い、費用を支払っても受けたいという人々も存在している。インドネシアでの政府の重点的な取り組みは結核など感染症の早期発見にあり、がんや生活習慣病などは次の段階にある。都市部では食事の欧米化が進み中間層にも生活習慣病予備群が拡大しており、検診の実施による早期発見。 早期治療の重要性や、検診の実施により、医療費の大幅な抑制が可能なことは、理解されている。しかし、インドネシアでは健康診断について予算化されておらず、自費での受診となる。ミャンマーでは健康診断以前に、医療環境が未整備な状況である。日本式の検診者による、検診事業も検討されたが、まずは、 検診者よりも医療機器の整備されていないクリニックを巡回する医療者としてのニーズに応える事業が検討されている。ABCDEFGHIJ 日本の高度検診システム輸出による海外医療サービスビジネス展開プロジェクト報告書。経済産業省。2018年2月28日閲覧。労働安全衛生規則。e g a 法令検索。 総務省行政管理局。2020年1月14日閲覧。2019年10月1日施行分。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条。入所した者及び職員の健康診断。E-GAB 法令検索。総務省行政管理局。2020年1月14日閲覧。 高齢者の医療の確保に関する法律、第21条、ブラトップはダメストッキングはお医者さんを勧め、診察しやすい服装が、めちゃ参考になる。バズフィードニュース、https、www.buzzfeed.com、jp、春名山崎、健康診断ファッション2019年9月22日、閲覧。佐藤淳一中川照彦。 黒田光一郎、人間ドック、よくわかる。医療社会学、ミネルバァ処方、柔らかアカデミズム、わかるシリーズ2010年。ISBN 978から4から623058211ピアニッシモ、102から103、生活習慣病検診、保健指導に関する厚生労働科学、研究概要ピアニッシモ、1から15、厚生労働省。 2019年2月13日、閲覧。学校検診で、上半身裸になる必要あるの娘が嫌がっている。保護者から、疑問の声。京都新聞。https://www.kyot-np.co.jp スラッシュアーティクルズスラッシュアンプスラッシュ4205262020年11月22日閲覧 神奈川の業者、受け置い労働者の診断書偽造、結核二次感染招く、読売新聞2008年12月29日、鉄造、像、試験し忘れ、検診記録を、神戸の予防医学協会、尿検査96人分、正常毎日新聞2010年7月15日。ありがとうございます。